試合は立ち上がりからオムロンが主導権を握る展開。ブラックブルズは斉藤を中心に角森のサイド攻撃などで追い上げたものの、9対15で前半を終えました。後半に入って今シーズン限りで引退する丸山、中島、新加入の小川若原を投入して反撃しますが届かず、後半は13対15でトータル22対30で敗れ連敗となりました。ブラックブルズは通算成績4勝11敗で順位は8位です。次節は27日にアウェーで北国銀行と対戦します。